というわけで前回 C チームが大変なことになっちゃったんですけれども、あれって216分の1引くまで頑張れってことなのかな。なんか攻略あるんですかね、あれ。というわけで D チーム行ってみたいと思います。どれにしようかな。ファイさんがかわいい。かわいいな。行きましょう。アウトブレイク、バイオハザード。これってロボットですよね。ああ、本物でしょうか。ただの模型には見えんな。おーい、もしもーし。ないそうなロボットですね。電源が入っていないだけだろ。それにしても、なんでこんなものがここに。なんでって言われても、作ったからだろ。作った？そう、ゼロが作ったんだ、こいつらを。マップには製作室って書いてあったからな。ところでシグマさん、さっきからなんで黙ってるんですか？いや、別に。くそ、ロックがかかっている。どうやら閉じ込められたらしい。ち、またか。また？ダイアナ、今何時だ？18時10分です。こんなところで無駄に時間を費やしていても仕方がない。とにかくこの部屋を出る方法を探そう。わかりました。ルナのこと思い出したのかな。バーチャロンみたい。電源か。見た目。これ何？高電圧起動プラグ。まあ、やべ、飛ばしちゃった。電気を流す。なんて書いてあるんだ、これ。はい、ボルト、コンタクター。爆弾。赤と青のボールが触れるだけで爆発する。危ねえ。あ、バイオハザード。ドライバーヘッド。六角か。これは？使わないのか。クレーンゲーム。ああ危ねえな。ニッパー、レンチ、スパナ、わかんねえんだよな俺。あのニッパーか、ハッチンするのがニッパー。細いもんなら切れそうだ。あれじゃないですか、導火線切るやつ、映画とかで。あ、こっちにもある。下下、これはなんだ。ブロックは工場。チャーリーを切れ。カット、チャーリー。何これ、設計図か。
何かの設計図、メーター、なんじゃ、もうぼやけてんの字が。お、ドライバーグリップ、うん、こうじゃろ、うん、スタンガン、うん、あぶね、一番左、右へ4、左へ1、左へ2、右へ4、左へ3、すべて起動。なんだそれ。フォームザ・ファー・レフト。ベティを切れ。カット・ベティ。クレーン、これさっきのやつでいじんじゃないのかな、違うのかな、違うか、まだ使わねえ。3つあるな、これこれ、ロボット3体あるけど関係あんのかな。それそうか、あ、あれさっきのメモか、左へなんとかってやつか、あ、やべ、こっちで開っちゃった。一番左から、右へ4、左へ1、左へ2、右へ4、左へ3、うんうんうん、あれ戻れた、戻れる、前は戻れなかったんだけどな、よかった、戻れるようになってる。右へ4、左へ1、左へ2、右へ4、左へ3、 K、 の、おのおの、アレックス、アレック、あ、お前がベティか、ベティを切れとか言ってなかったヒヒヒ、ほほいほい、タイマー0秒に変更しくよろ、タイマーを0秒、うん、どっか、ベティを切れ、切れって、あ、それでこいつ、こいつがチャーリーか、なんかねえのかな他に、とりあえず動いたけど、ゼロって何、you
ドライバーをどこに使うかなんだけど、あったところは何かに使うわけじゃないのかな。ダメか。あったところはない。ないか。これは。何か。これ絶対使うんだろうけど、まだあれか。この多分一緒だよな。なんかねえのか、調べられるの。おー、一周してきちゃった。切れってこれじゃねえか。線を切れみたいな。タイマーゼロに変更しくよ。タイマーゼロって何？あ、なんかある。アレックス、ベティ、チャーリー、 ABC。 ガッ、どうした。あれ、ホワイト、レッド、ブルー。ホワイト、アレック、レッドがベティ、ブルーがチャーリー。うん、ホワイト、レッド、ブルー。あー、ゼロになんかねえのか、他に調べられるの。ちょっと一旦切りますか。わかんねえ。あ、これか。いや、ずっと押してたんだけど、灰色のボタンにカーソル合ってなきゃダメだったのか。わっ、シビアっていうか、もっとどこ触ればいいんだろうってずっと思って、もうこれしかなかったもんな。だってもう出てきた。起爆タイマーを起動してしまった。すべての起爆信号に正しいコードを切断。青と赤。この形。
ああ違う、これか。カットベティ、ベティ、あちょっと待って、アレックス、ベティ、チャーリー、ホワイト、レッド、ブルーだから、カットベティ、この形がそうだよな、赤だ、オッケー、これ青切っちゃったらどうなってたんだろう。凝ってるな。視線ゴーレム感がある。なんか起こした、アレックスの面、カット、ベティ、これこれは関係ないのか。なんか喋る、アヒアヒー、チャーリー、青でしょ。そういう、はい、夢さ、どうすればいいんだ、こう行ったから、あ、そういうことか。え、ちょっと待って。これ無理じゃね？あ。ちょ、これち、これがわからん。これどうすればいいんだ？こう。
あ、違うのか。これを上にして、あ、あ、待って、これか、これをこうして、これをこう、あー、あくそ、行っちゃったやっとわかったね。説明がさ、ちょっと最初に、そうか、これを、あ、違う、なぜ同じことを繰り返す。いや、だいぶもう覚えた。 OK、 OK、 大丈夫。まずこれを右で、あ、上じゃねえ、これでいいべ。 OK、 なぜ同じ過ちを繰り返してしまった。はあ、これ先やっちゃダメなんですね。取ってこうか。オッケー。この形は、うん、ドアフォア、カットチャーリー、青だ。じゃあこれあれか、赤切っちゃったらまたゲームオーバーで出るんだ。そうか、先にそっちか。超うまっ。3、え、わかんない、なんて書いてあるんだこれ。ここ5箇所矢印、うん、2つはダミー、うん、あ、赤だ。じゃあボーンしまくりましたやっちまった。どうやらうまくいったようだな。行きましょう。
こんな物騒な部屋はもうたくさんです。ガブはどこだ？見当たりませんね。他の区画にでも行っているのではないか。ちょっと準備室を見てくる。準備室？もしかしたら通気口から出てきてるかもしれないだろう。シグマさん、あのロボットについて何か思い当たることでもあるんですか？ロボット？制作室にいたあのロボットのことですよ。部屋に入ってからしばらく様子がおかしかったから。昔な、作ったことがあるんだよ。ロボットですか？と言っても私が作ったのは外装の部分と内部の AI だけだがね。骨格は別の場所から仕入れたんだ。どうしてそのロボットを？話せば長くなる。私の計画にとって必要不可欠だったからとだけ言っておこうか。あ、いや、そうではないのかもしれない。それはただの建前で、本当は多分寂しかったんだよ。私は数十年間、私は孤独の中で生きてきた。荒涼とした砂漠の真ん中、ちょうどこのシェルターのように地中深くに建造されたとある施設の中でね。時折知人が訪れることを除けば他に来訪者はなく、電話が鳴ることもメールが届くこともなかった。そこはただひたすらに静謐な場所だった。雨も降らず風も吹かず、ただ張り詰めるような耳鳴りの音だけが響いていた。とはいえ、初めから一人だったというわけではない。その施設で暮らし始めてからしばらくの間は、そばに一人の協力者がいた。女性だった。とても愛らしく可憐で清楚な女性だ。名前は仮に D とでもしておこうか。 D と私は3年ほど生活を共にした。一緒に遺伝子について研究し、量子力学や宇宙論、生化学、人工知能、ありとあらゆる学問について彼女と共に学んだ。だが死んでしまったのだよ、彼女は。どうして？その施設はとても特殊な環境にあったんだ。一言で言うと重力が弱くてね。そのせいで彼女は循環器系の病を患い、私は悲しみに暮れた。2年経っても3年経ってもその悲しみが癒えることはなかった。それでロボット？私は亡くなった D の見た目をそっくりそのまま再現した。思考のパターンも極力 D に似せるようにした。完成までには実に25年もの歳月を要した。もちろん D の全てを完璧にトレースできたわけではない。それでもそのロボットは十分にD らしかった。私は彼女をルナと名付けた。ルナは献身的に私に尽くしてくれた。私もまた彼女を慈しみ心から愛した。異性というよりは娘のような気持ちで。軽蔑したかい？いえ、そんな。ただ訳がわからなくて、25年もかけてそのロボットをって。シグマさん一体いくつなんですか？67だ。
まさか、冗談でしょ？おい、ダイアナ、シグマ、来てくれ。どうしたんですか？一つ作戦を思いついたんだ。作戦？ダイアナ、マップを出してみてくれ。この除染室の先には何がある？エレベーターホールが。ということは、この扉を開けば外に出られるってことですか？だが、どうやって開くというんだ？がっちりと溶接されていて、爆破でもしない限り開きそうもないぞ。だったら爆破すればいい。なんだって？だから爆弾を使ってドカーンとこの扉を吹っ飛ばせばいいと言ってるんだ。それってもしかして。確かタイマーをセットしてスタートボタンを押せばいいんでしたよね。ああ、タイマーがゼロになったら赤と青のボールが走り出す。そして両者が接触した時に大爆発を起こすと。ではシグマ、あとは頼んだぞ。え？私たちは一足先にラウンジへと戻ってるから。ちょっと待て。私一人で運べというのか？力仕事は男の役目。太古の時代からそう決まっている。だが私は老人だ。体は22歳の若者だろ。いいか、くれぐれも慎重に頼むぞ。2つのボールが接触したらその時点でアウトだ。私とダイアナは外に出られないことになる。私のことは心配しないんだな。それじゃあダイアナ、行こうか。え、あ、はい。マジかよ。設置完了と。大義であった。何様なんだ貴様。ファイ様だ。いつからそんなに偉くなった？生まれた時からだ。親の顔が見てみたいものだ。まあまあ、そんなことより、これ300秒までしかセットできないみたいですね。5分か。5分もあれば退避するには十分だ。じゃあスタートボタンを押しますよ。準備はいいですか？ああ、いつでも OK だ。では行きます。3、2、1。ここまで逃げればもう大丈夫だ。残り時間は4分30秒か20秒か、そのぐらいだろう。死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、順平、以上3名が死亡しました。よってこれより3つの X パスを公開します。ファイヤー、クラッシュ、ファイブ、以上です。そんな、どうして？処刑だよ。処刑？忘れたのか。13時30分投票でダイアナは C チームを選んだ。おい、何を言っている。ダイアナが投票したのは Q チームだったはずだ。そうだ、ダイアナ。私は不
ざけたことをしてくれる。この私が気づかないとでも思ったか。ゼロ、君たちは今ルール違反を犯そうとしている。 X ドア以外の場所から外に出てはならない。それがこのゲームのルールだ。そんなルール聞いていないぞ。よって私もルールを破ることにした。今女性室の扉の向こうに Q チームのメンバーがいる。バングルの麻酔薬を投与しておいたから、いずれも意識を失った状態だ。ところで君たちが設置した爆弾は凄まじい威力を持っている。あの爆弾が爆発すれば、君たちの思惑通りに女性室の扉は吹き飛ばされることになるだろう。だが同時にそれは扉の向こうで眠っている Q チームの死も意味する。さあどうする。残り時間はあと3分。タイマーを止めて Q チームを救うか、それとも彼らを見殺しにして君たちだけで脱出するか、選択は自由だ。おい待つな、ダイアナ。なんだ今の。多分活水素の水溶液フッ酸だと思います。フッ酸、ガラスや鉄までも溶かしてしまう強力な酸です。なぜわかる。わかるからわかるんです。いずれにせよ何か酸性の液体であることは間違いない。中に入るのは不可能だ。これは防護服だな。これを着れば入れると思います。だが一着しかないぞ。私が行きます。ダメだダイアナ。でも誰かが行かなければ Q チームのみんなは。だったら私が行く。そんなことはさせません。やめろ、この道もう手遅れだ。誰かが防護服を着て中に入ってももう間に合わない。さあこの部屋を出よう。それ以外に方法はないんだ。言ってるんですかシグマさん。いやどこ、いやいや、すみませんシグマさん。ダイアナ、お前。ファイさん、頼みがあります。シグマさんを連れて外に逃げてください。そんなことできるわけがないですか。待て、何をするつもりだ。こうするんですよ。いやー。
アウトだったか。どうしよっかな。これは一応逃げる、逃げる見てみますか。じゃあ、うん、見てみっか。じゃあ、二択だからな、ここは。ふざけた。待って、早くりゃどうすればいい。あ、こういうこと。 B ボタンね。見捨てる形になるが、ていうかこれであれじゃないか、3人は出れることになるのか。できるだけ遠くへ離れるんだ。ふざけるな、死ぬつもりか。そうじゃない、万が一のためだ。私は知らない、旧チームの奴らも必ず助ける。だから、シグマさん、シグマさん、シグマさん。これは良かったのか。なるほど。あれなんですよね、ちょっと思ったのが、シグマと、まあ、ダイアナ結婚するじゃないですか。その子供がファイだった説とかってないですかね。赤毛だし、コンプレックスがどうのっつって染めてるっつってたじゃないですか。飛躍しすぎかな、これ、さすがにな。まあ、ちょっとでも悲しいお話を聞きましたね。じゃあ次は旧チームいきたいと思います。